見ちゃおっか。じゃあいくら、一体いくら入ってるっすか。あ、これは出た。なんだ、割れたお茶碗のかけらっすか。見たことがあるぞこのかけら。まだ何か入ってますね。ん？何これ、なんだこれ、革の布地みたいだけど、ん？これは指紋ができるんじゃないか。これって手の跡ですよね。それが噂の約束手形というやつっすか。銀行に持っていくとお金がうなるほど出てくる魔法の札。違います、そんな目で見ないでほしいっす。うすうす分かっていたっす。あの、それだけですか、金庫の中身は。そうだね、もう空っぽだよ。手の跡が残った布切れにお茶碗のかけらっすか。その証拠品ですけど、よかったら。局長室の金庫の中身っすよ、簡単にはあげられないっす。今回の事件と関係なかったら自分の首が火を吹くっす。やれやれ、手に入れるには関連性を証明するしかない。二つの証拠品と SL95 事件か。刑事さんにいろいろ突きつけてみましょうよ。そうだな。まあ、一個は壺だよね。この壺もう一度見てもらえますか？みんなで組み立てたっす。懐かしいっす。思い出にするには早すぎるような。この壺もやはりあの事件の証拠品でしたね。そうっす。かけらの一つに SL95 事件のシールが。ところで気になりませんか？さっき見つけたあのかけら。金庫に入ったこれっす。金庫に入ってたそれです。合わさる。合わさるよ、糸の子でか。はっ！にわかに気になってきたっす。あんたやってみるっす。なあ、やるやる。ぬわーやるやる。かけらをください、やってみましょう。素人に何ができるか見せてもらうっす。なるほどさ、はい、のりです。いつも持ってるなぁ。これで壺が完成すれば、ガンと局長は故意に証拠品を隠していたことになる。やってみよう。おぉ。もうこれしかねえ。てい！なんだろう、この結婚の付き方。ぴったり合ったということは、ガンと局長はわざとかけらを金庫にしまっていた。SL95 事件の証拠品を隠していたことになるね。そんな、ちょっとあんたたちこれを見るっす。何ですか？今回はめ込んだ破片は明らかに今までとは違うっす。これ何かになってる？新しく見つけたかけらには赤黒い線が書かれています。赤黒い線。やはり血痕だよな。わからねえっす。なぜガンと局長はこんなものを金庫に？なんか文字になってるとか？線。線か。この部分、かすかに赤黒いシミがありますけど。でもなんか、拭かれた？あ、拭いて、端っこが残ってるのか。やっぱり血みたいだね。でもなんか変ですね。このガンと局長のかけら。他の血はみんな消えかけた点なのに、この一枚だけ線になってますよ。え、つなげるとなんか、遠くから見てみる。まあ、ダイイングメッセージがもしかしたら書かれてたのかな？で、手の跡は何だろう？手の跡。これ刺してください。実は自分も買ってきたっすよ、それ。マジで？あ、結婚だわ、これ。これで自分も今日から結婚を取りまくるっす。へえ、あれ？新製品ですか？見たことないボトルですね。なんだこれ？シャンプーするだけで面白いように撮れます。シャンプー？ちょっと見せてください。飲み通る。飲みを取るシャンプーですね。あれ？撮れないんすか？結婚は。どうでしょうね。ルミノールだし、私のは。そういえば、薬屋のおばちゃん、かゆそうな目で見てたっす。人間用なのかよ。これは？これ。これ、なんですけど。お、なんすか？もしかして、撮りたいっすか？指紋、撮りたい。お願いします、刑事さん。仕方ないっすね、もう。あ、自分の出してくんじゃない。
違うよ。何ですか、その右手は。取っていいっすよ、指紋。もうある。あるから。あの、取りたいのは刑事さんの指紋じゃないんですけど。え？え、じゃないでしょう。さっき金庫で見つけた証拠品に決まってるじゃないですか。はは、はははははは。もちろんこの布綺麗っすね。お茶目なジョークだよね。うん。決まってるっす。決まってるよ。それじゃあお願いしますね、なるほどさん。粉を振りかけて指紋に吸着させて、ふーって吹くんですよ。お母さんみたいに言われてしまった。よし、やってみよう。バブみを感じてしまったね。まあなんか中指が濃いかしらね。検出。ポン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 。これが最後のポンポンになるかもしれない。思う存分かけさせてもらおう。大事に大事に。粉砂糖みたいに振りかけて、大事なケーキを作ってると思って。ああ、でもこの画面の細かい点々見てたらすごいなんか集合体みたいで気持ち悪くなってきた。まあこの辺だろう。そういうところで。ふーおー、出ましたね。で、ガント開示ではない。川？川ってなんだろう？ん？あれ？あかねちゃん？まさかの。あかねちゃんが触った川か。何かに触ってたのか。あかねちゃんが。これは、どういうことだ？なぜここに茜ちゃんの指紋が？あ、一致したんですか？ねえねえ、誰のでした？え？いや、その、どうも指紋が古いみたいだ。今一つはっきりしないんだよ。残念だな。おかげの指紋だと思ったのに。ちょっとあんた、こっちへ来るっす。ひそひそ話しよう。うん。なぜ、局長の金庫にあの子の指紋が入っているっす？僕に聞かないでくださいよ。ひそひそ。とにかく。今、彼女には秘密にしておきます。やっぱり、こいつはあんたに渡した方が良さそうっすね。布切れ。何の証拠品かは不明。どうっすか？役に立ってるっすか自分。立ってる立ってる。もちろんもちろん。刑事さんの ID カードのおかげで重要な証拠が手に入りました。ひどいなぁ、それ。ドキーつまり、ID カードがなければ何の価値もない。そういうことでしょ、そのコートの人。やばい、切られる！ガント局長！戻ってくるとは思いませんでした。ほら、嫌な予感ってさ、当たるでしょ。さっき歩いてたらさ、よそ見しながら走ってきて電柱に激突した野良犬を見たわけ。そうなの？その瞬間、ある男の顔がさ、ピンと浮かんだのよ。ピンと来てるね、みんな。それ自分のことっすか。とにかく、出て行ってくれる？みんな。はい！すいませんでした。あ、コートの君さ。あー、糸の子でか。ID は置いてってよ。ひひひ、もういらないでしょ、君。え？首？消えなよ、早く。糸の子でかー！そんな。あ、じゃあ僕たちもこれで。えへへ。あー、ちょっと待って。君残ってくれるかな？え？そっちの、え？あかねちゃん置いていけないですよ！え？私ですか？話があるんだよね。折り入って。え？でも私まだ正式には科学捜査官の免状。頭の尖った方の彼、君はいいよ、出て行って。え？なるほどさ。やだやだ、あかねちゃんも連れてく。え？だから自分、あれほど言ったっすのに。局長室はダメだと、やめておけと、それなのに、あんたが無理やり、首を覚悟してたんじゃなかったんですか。実際に首になるのがこんなにショックなものならば、覚悟なんかしなきゃよかったっす。局長室に眠っていた証拠品、やっと見えてきた気がする。一体なぜ？彼女が不自然な沈黙を守り通してきたのか。とにかく自分はもう一度局長と掛け合ってくるっす。嘘。すごい勇気。ていうか、あかねちゃん。その後、あかねちゃんから連絡が入った。連絡？任意？同行の上？調子を取る？え？なんで？どうして？何の？なんだ？なに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 ？そうですか。局長があかねを任意同行。考えても仕方ありません。明日は最後の法廷です。
僕は僕にできることをする、そう思ってここに来ました。でも私にはもう話できることは、この2日間あなたは何も話してくれませんでした。大事なことは何一つ。そうでしょうか。一つあるではありませんか。最初からはっきり言っています。正しき捜査官を刺したのはこの私。確かに刺したのかもしんないな。あなたのその言葉の裏に潜むある人物。僕にもやっと見えてきた気がするんですよ。殺してはないのか。千尋さんもいい弁護士を育てたものね。羨ましいわ。え?やはり、みつるぎくんの言う通りでしたわね。みつるぎですか?なんて言ってたんすか?あなたは信じ込んだら最後決して諦めない。そうですよ。厄介な男。最後にともえさんから全てを聞き出すんだ。え、聞けるの?沈黙の理由。最初から不思議でした。自分がやったと繰り返すのに決定的な証拠はどこにもない。そう、あなたは話そうとしないのではない。話すことができないのです。ある人物のために。面白いですね。ある人物ですか。私がその人物をかばっているとでも?どうでしょうか。むしろ、恐れているのかもしれません。はあ。あなたはおそらく、その人物から口止めされているのです。なるほど、弁護士。はっきりお聞きしてよろしいでしょうか。私が恐れている人物、どなたのことなのかしら。そりゃあもう、ガント開示。65歳おじさん。いかがですか、ともえさん。あ、ともえさん。あなたが言葉を交わしているのは史跡検事です。その事実を忘れなきよう。簡単に喋る気はないということか。申し訳ありませんが、もう少し詳しく聞かせていただけるかしら。ガント開示?2年前まで一緒に仕事を尊敬する捜査官でしたわね。もしガント局長が尊敬できる人物ならばなぜ、彼は自らの罪を隠そうとするんでしょうか。罪。これからあなたとみつるきは罪を問われることになります。証拠品の隠蔽、そして捏造。捜査官としてあってはならない人材ですから。なぜそこにガント局長の名前がないのですか。局長が?みつるぎは捏造の事実を知りませんでした。その証拠を実際に捜査できたのは、私ですわね。副首席捜査官であの事件を担当していましたから。そしてもう一人、首席捜査官のガント開示がいます。そこまで言うのならば、え、見せていただけますか?何を?ガント局長があの事件の証拠に不正を行ったという証拠?これか。ついさっき、局長室の金庫から発見しました。あ、これと布切れ。そしてあなたならお分かりですね。SL95 事件の証拠品です。さあ、私には、証拠品を隠していたのはガント局長自身だったのです。あれ?リストでよかったのかな?なぜその罪をあなたがかばおうとしてるんですか?お察しの通り。私はガントの言葉に逆らうことができないのです。たとえ何があっても。一体なぜですか?言えるわけがありません。だから、3日前のあの日も、私は協力するしかなかった。正しき捜査官の殺害。協力というより命令、その方がより正確かしら。命令。詳しい事情は話せません。あの日私は、ある命令を受けたのです。正しき、みつよの死体を片付けてもらいたい。死体はみつるぎ0時の車のトランクの中だよ。もう何もかもじゃん。やっぱりそうだったんですね。正しき捜査官を殺害したのはあなたじゃなかった。そうです。そうだよね。私はみつるぎくんの車で死体を運び出そうとしました。ああ。トランクの蓋は壊されていました。死体を確認したとき、胸に刺さったままのナイフ、あの凶器が目に入ったのです。凶器。このみつるぎのナイフですか?そうではありません。私が見たとき刺さっていたのは、このナイフだったのです。なるほど。SL95 事件、殺人犯青影城のナイフか。そのナイフをそのままにしておくことはできなかった。それでそれを死体から抜いて、別のナイフを刺したんです。それがこの蜜剣のナイフというわけですか。ちょうどいいところにあったもんだ。
死体とはいえナイフを刺すのは本当に恐ろしかった。だからその時、手を切ってしまったんです。それがその右手の包帯ですか。ええ、被害者の靴も汚してしまったようですけど。そして、その瞬間を彼女に目撃されてしまったのです。お嬢さんか。やっぱ本当に刺してはいたんだ。なぜそこまでしてこのナイフを隠したんですか？ナイフか。2年前なんとかあの事件を終わらせることができました。もう二度と捜査をされたくなかったのです。たとえどんな手を使っても。それを阻止するつもりでした。だからあのナイフを隠そうとしたんですか？捜査官を視察した凶器が青影事件の証拠品だった。そうなれば間違いなくマスコミは飛びつくでしょう。そこでナイフにスカーフを巻いて隠したんですね。蜜剣の車の排気パイプに。結構見つかりそうだけど。そして妹に茜に電話をかけたんです。そうだよね。事情を説明して、マフラーの中の証拠品を隠してほしいと。茜ちゃんに？でもそんなこと言ってなかったな。できれば警察関係者には知られたくなかったんです。でも伝わんなかったのかな。だから茜ちゃんは最初から知っていたのか。智恵さんの無実を。そっか、もう事情何もかも知ってたのか。電話といえば悪い予感はしていたんです。悪い予感。実はガントからあの指令を受けた時、私はすぐに電話をかけたんです。ザイモン巡査に。ザイモンさんに？一体なぜ？ SL9 号事件の主任捜査官がガントによって殺害された。その事実を何としても隠し通さなければならない。倒れるのは彼しかいない。あの時私はそう思ったんです。あれ？彼は予想外の行動に出ました。あ、まさか。彼は事件を死なせないため彼自身の計画を実行した。正しき捜査官に変装して証拠品を盗み出そうとした。彼はあの日、正しき捜査官の ID を盗んでいたものの、証拠鑑定侵入する決心がつかなかったようなのです。後押ししちゃったわけか。でも私の電話によってその迷いがなくなったとか。あなたの電話が証拠鑑定の事件を引き起こしてしまった。友江さん。なるほど、弁護士。お話しできることは以上です。あかねちゃん何の罪で任意同行なんだろう。友江さん。あなたは尊敬に値します。捜査官としても弁護士としても。でも、お願いです。明日の法廷ではこれ以上の追及はしないでほしいのです。明日の法廷、彼女の闇を払う方法は一つだ。すべてにケリをつける。そうだ。正しき捜査官を殺害した犯人、そして、2年前のあの日、局長室で一体何が起こったのか。全部に決着をつけるのね、明日。続く。